こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2022年の1月15日を2時間ほど過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝恋の値段は 146.2 ということでね、まあ一応下がり傾向で、ちょっと昨日ビビり始めたんですけど、一応戻ってきてますね。でも150円までいかないとなかなか安心できないんですけど、今5本足で見ると、まあ夜中ですね、夜になってからガーッと上がってきたということで、これだとちょっと短いので、はい、1時間にしてます。そうすると今日、昨日からこういうふうにね、なんかこう逆三相みたいなのを作って、上に行こうとしてるように見えますね。はい、で15日ということでね、もう1月も半月経ってしまいましたので、ちょっと見てみると陰線がね、下まで来てると。5本連続で、8月の、このね、大きな上げを打ち消して、さらにね、その下まで行ってるということでね、この後半、1月後半でね、はい、盛り上げてほしいなということですね。ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、カルダノの子さん、BTC 超えはやばいね、さすがにエイダのコミュニティ力はすごいと。まず15年とかだったら他の通貨のシェアが増えている可能性もあるし、主要なアルトは開発が続けば残るんじゃないかなと。それぞれの経済圏を好みで使う時代になるんじゃないか。車をトヨタ、ホンダ、日産とか好みによって選ぶみたいにと。まあそうですよね、チャロさんも共存共栄って言ってますのでね。はい、で何についてリツイートしてこれを言ってるかというと、昨日もお伝えしたこのビタリックさんのこのポルというやつですね。はい、2035年に何が来てるかという話なんですけど、はい、結論はエイダが一番大きかったということですね。 42%、はい、でこれにチャールさんが答えてたんですね。 Let's win this one ということで、これはまあ、だったらもらっちゃうよみたいな感じですよね。買っちゃうよみたいな感じだみたいなんですけど、はい、なので、まあ、ビタリックさんはこれに反応してるかどうか知りませんけど、はい、まあ、エイダがコミュニティが強いなという声がこの後他にいっぱいツイートで出てました。リョーマさんですね。チャールズ・ホスキンソン、カルダノは2022年にソラナを追い抜く可能性がある。カルダノは間もなく世界最速のスマートコントラクトプラットフォームになる可能性がありますと。2022年は場所の年、いやいや今年はソラナのまだ上を行くぜよと。はい、ちょっと読んでみます。チャールズ・ホスキンソンは、カルダノは2022年にソラナを追い越す可能性があると。はい、ようやくです。2022年にリリース予定のハイドロアップデートにより、カルダノは数千万件の取引を処理できると報告されています。チャールズ・ホスキンソンは、カルダノが2022年に良い位置に入ると信じています。カルダノはイーサリアムとソラナを上回るのだろうか。最近のインタビューでチャールズ・ホスキンソンは、カルダノが今年発表したい技術革新についてとりわけ話をしました。新しいレイヤー2スケーラビリティソリューションであるハイドラは、毎秒100万以上のトランザクションの処理を可能にすると言われています。比較のために、ソラナは現在毎秒6万5000のトランザクションを処理することができます。イーサリアムは15、ビザネットワークは、毎秒約2万4000のトランザクションを実行できます。だからカルダノはすぐに世界で最速のスマートコントラクトプラットフォームになる可能性があります。はい、ヒドロは2022年に準備できているはずです。クリプトキャピタルベンチャーのポッドキャストで、チャールズ・ホスキンソンはプラットフォームに何十億人ものユーザーを引きつける、計画について話しました。チャールズ・ホスキンソンは一般的に楽観的でした。彼は2022年にカルダノはおそらく場所段階の目標を達成することができるだろうと提案しました。私が説明したすべてが行われると思います。サイドチェーン、パイプライン、輸入スポンサー、ちょっとこの辺なんだろう、ライブラリーの最適化、ハイドラとミズリル、ヒードラを使う程度はや方法は様々ですが、少なくともマイクロトランザクションのようなものにはハイドラを使用できます。はい、ハイドラはトランザクションをオフチェーンで処理できる体のレイヤー2ソリューションです。ヒドラは、2023年までに登場する予定ではないイーサリアムの断片化したものに似た原則を使用しています。断片化を行うと、データは再構成されるか、複数の小さなデータセットに分割され、計算出力が増加します。また、カルダノネットワークのスケーラビリティも大幅に増加します。しかし、カルダノの分散化により、取引の結果も検証参加者の数によって異なります。バリデータやステーラの数が多いほど、ネットワークで処理できるトランザクションが多くなります。だから、カルダノは実際に処理するか、非常に多くのトランザクションを処理する前に、まだ時間がかかるかもしれません。2022年にソラナとイーサリアムを上回るのだろうか。
ハイドラのアップデートによりカルダノは最先端のスマートコントラクトとデファイプラットフォームになる機会を得ました。イーサリウムは 2.0 は1秒あたり10万トランザクションを処理できるはずです。ただしイーサリウム 2.0 の更新プログラムがリリースされるまではおそらく少なくとも1年かかるでしょう。そのためイーサリウムは他のブロックチェーンに対する市場シェア、ディファイの一部を失う可能性があります。最後です。ソラナはすでに優れたスケーラビリティを持っています。しかし比較的未踏のコンセンサスメカニズムとソラナの一元的な性質は投資家が最終的にカルダノを選択する2つの理由です。例えば分散構造のためカルダノネットワークを単にシャットダウンしたり攻撃を困難にしたりすることはできません。ホスキンソンは楽観的です。ソラナや他のプラットフォームに追いつくために非常に強い立場にあると思いますが、本当に分散化され強固な理論的基盤と強固な基盤を持つことの付加的な利点がありますということで、まあ、楽観的ということですね。はい、これ沼澤さんというのかな、読み応えがありすぎてまだ全部読めてないのですがコメントさせていただいております。 Web3 の時代はすぐそこか、暗号資産ブロックチェーン業界を牽引する52人の2022年の展望と。はい、でこれを一通り見たんですけど52人かな。はい、残念ながらカルダノの名前をね出している方は一人も見えませんでした。ただね、こんなふうに先ほどのあのソラナの話をねしていて、カルダノが来るんじゃないかっていうふうに考えてるっぽいなっていうのがあったので、ちょっと読んでみたいと思います。2021年はビットコイン、あ、ごめん、誰がっていうのを言わないといけないね。クラーケンの社長さんですね。ちょうどクラーケンってエキスポが終わった後にね、日本のまあ、上場するつもりかどうかわかんないですけど、アンバサダーの、たけしさんのところとか結構声をかけていただいたり、まあ、僕も名刺はもらったんですけど、まあ、そこでねやってもらえるんですかみたいな話はちょっとしたことがあるんですけど、はい、じゃあ読みますね。2021年はビットコイン以外の暗号資産のさまざまな可能性が花開いた年でした。2022年もこの流れは、続くと見ており、とりわけイーサリアム VS その他のレイヤー1に注目していきますと、いますと。だからこれがさっきの龍馬さんのところで拾った記事と同じような話をしているわけですよね。 NFT や DeFi の受け皿としてイーサリアムは躍進しましたが、多くのユーザーやプロジェクトが殺到した結果ガス代が高騰しました。その結果ソラナやアバランチなどより安いレイヤー1ブロックチェーンに乗り換える動きが出ています。一方イーサリアムはイーサリアム 2.0 というスケーラビリティ問題を解決するアップグレードで進捗があると期待されています。イーサリアムが巻き返すのか、その他のレイヤー1がイーサリアムからシェアを奪うのか注目していますということで、まあ、こういう言い方をしてた人がもう1人か2人ぐらいいたかな。はい、であとステーブルコインをこの方は注目されてますけどね。はい、でやっぱ他は NFT、Web3、DAO、あとゲーミファイとかね、そういう感じでどっちかというとその応用を、まあ、NFT 周りの感じが多かったですね。はい、とあと DAO か、DAO Web3 だけど、やっぱりその一般経済から見たら多分ステーブルコインとかね、あの国でビットコインを採用する話だとか、やっぱここの、ビットコインじゃなくてイーサリアムじゃなかったら次何かみたいな話の方がやっぱり一般的にはね重要だし、まあ、一般人受けする話じゃないかなと思うのでね。はい、なのでこれをちょっと拾いました。はい、エープルツールさん、グレートスレッドオンベリーミスアンダーストゥッドコンセプトということで、これ間違いやすいことなので触れてくれてありがとうねっていう感じですかね。はい、でこれちょっとね、中身技術的だし英語だしちょっとよく理解できないんだけど、ファイナリティって言ってこのブロックチェーンのそのブロックが、完全にね固まるというか、検証されて、確定するというふうになるまでに時間がかかるということなんですよね。はい、でこれが多分横軸が 0.005 で一番下の方が 0.0005 ということで、まあ、この残りの、まあ99.9995% ぐらいが、ほとんど、まあ、ブロックが、そのままね、認証されて、トランザクションが成立する確率なんだけど、ずっと少しほんの少しなんだけど、ブロックがね完成しないっていうか、検証されて、固まんない、トランザクション固まんない確率っていうのが残ってて、それがだんだん減っていくっていうのが多分この絵だと思うんですね。
ここにセットルメントエラーって書いてあって、まあ、ごめんなさい、全部見えないですよね。ただ、まあ、この曲線のイメージがあって、おそらくトランザクションが終わったと思って、送金されたからね、ブロックチェーンが完成したかというと、そうじゃないよっていうことを言ってると思うんですね。はい、で、ここが多分、なんだろう、ブロックなのかな、時間なのかな、ちょっと今、単位が書いてないので分かんないんですけど、まあ、こういうふうにね、なかなか最後まで、確定するもんじゃないっていうのが基本の、ブロックチェーンの基本ですよっていうことですね。まあ、ビットコインだと確か、ブロックが6個ぐらいでね、確定で考えますよみたいな話が一般的だと思うんですけど、はい、すみません、曖昧なのに拾っちゃってすいません。はい、あとこれですね、カレントステージドデックスインカルドの一生ということで、まあ、エコシステムの中で、デックスの、ね、進捗を、分かりやすく一覧表にしてくれてるんですね。はい、なのでデックスについてあまり参入私ちょっとしてないので全然わかんないんですけど、これを見ると結構俯瞰できるというか、そういう感じがしますね。ちょっと見えますかね、今のステージ、デックスですね。いや、要するに状況ですね。ここにミュエルスワップ、メオスワップ、マトリックスワップ、オッカム X、 エルゴデックス、サンデスワップとかね、いっぱいあって、でここがステージですね。ライブライブライブ、バッドノットオンカルダの、これはリリースデモベータ、トランなんとかで、ここがまだ開発中ですよね。はい、でこっちが開発中のものは、開発予定時期が書いてあるということですのでね、はい、これはちょっと、まあ後からね参入しようと思った時に、これを見るといいかなという気もします。はい、今日、国さんとかね、山さんとかが紹介されてた CNFT の、なんだろう、ズームじゃないけど、ツイッターの、なんか、声だけでね、話すのがあって、それちょっと聞いてたんですけど、最後に、ね、この方が質問してたんですね。NFT の世界で NFT プロジェクトがやるべきマーケティング活動戦略はありますかということで、まあ、ちょうどここで配信が止まっちゃったんだけど、答えが、たくさんあります。皆確実にやるべきはコミュニティであり、ディスコードなどで人々の対話を重ねることということで、違いないということでね。はい、まあ、要はコミュニティをね、盛り上げてくれということになると思うんですけど、はい、やっていきたいなと思いますね。はい、でこれ、なんだろう、結構外国の方と通訳の方もね、うまくやってくれて、進み方としてはね、非常に全然関係ない人も入りやすくて、うまくやってくれてたなと思います。はい、ではね、段に戻りまして、146.64 円ですね。14,012.9×146.64 で元本が10万円ですので、計算しますと、はい、204,4851円のプラスということになりまして、2044.9%のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。